はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画の関数の第16弾をやっていきます。で、今回はね、この問題やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通り画面を下げて解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと下げますんで、お待ちください。よいしょ、待て、よいしょ、行き過ぎた。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題文はですね、ツイッターの方にも上げておりますので、まあそれを見ながら解説ね、見たい方なんかはちょっとうまくやってみてください。で、今回はですね、時期的には、まあ、二次関数ものに使ってるんですけど、三平方の定理が必要になります。なので、三平方の定理って聞いて、ピンと来ない方は、そっちをちょっと勉強してから見てもらった方が分かりやすいかなと思います。で、問題文長いんです、今回。すごくね、ごちゃごちゃして、あえてそういう問題をピックアップしたんですけど、まず、関数 y イコール ax 二乗のグラフ上に、点 a 4の8があると。で、一応ね、4、8書いてくれてるんですけど、自分、こっちで書いてる方が、解くときに分かりやすいんで、ちょっと書き直しちゃいますね。4、8。で、BC が Y 軸上にあります。で、三角形 ABC が AB イコール AC イコール5となっているので、まあ、ここが長さが同じ二等辺三角形で、まあ、あんまね、こういう書き方しないですけど、まあ、一応5、5と書いておきましょう。長さが。で、この状態で1番、A の値を求めなさいと。で、ここはね、すごくシンプルです。A。これ求めたいんですけど、このグラフの上に A は乗ってると。で、点が乗ってるんであれば、それ代入して OK ということなので、Y に8、X に4を代入すると、8イコール 16A、獅子16だからね、となります。で、まあ分かりやすくしたかったら、左右、丸々逆にしてしまって、左辺と右辺ね、丸々入れ替えるんだったら、符号変える必要ないので、で、両辺16で割ると。で、暗算でやると、これを2ってミスってね、そういうね、ミスを誘ってる問題なんですけど、文字にくっついてる数字が下ね。だからこれ16分の8だからね。なので、A イコール16分の8。約分して、A イコール2分の1と。これで1番ね、終了ですね。で、求めたので、書き直します。で、これ実際自分が解いてる時も書き直しますからね、ちゃんと。こうやって情報をどんどん更新していった方が分かりやすいです。ワッシュ2番行きましょう。ここからごちゃごちゃし始めるね。まず、A から Y 軸に垂線 AD を引くと言ってるので、Y 軸こっちに、だから、ここか。ちょっと8消しちゃおうかな、書いてるから。ここが D なんです、今。で、この関数のグラフ上で、A と O の間、どこかっていうと、A と O ここ。で、グラフ上ってここなので、この間のどっかに P がいるそうです。こうやって。P。で、三角形 ABC の面積と三角形 ADP。D こっちか。ABC、この二等辺三角形とこの青の三角形の面積が同じ、等しくなるように P の X 座標を求めなさいという問題。いいね。では、求めたいものがね、P 動く点となってるので、文字を使って置いてしまった方が楽かなと思います。で、まあ、自分はよく T を使っておくので、まあ、一回こっち書いちゃおうかね。X 座標、T って置いてください、こうやって。で、二つの文字を使っておくのではなくて、文字は一個で済ませます。で、どう済ませるかっていうと、X を T と置いたと。で、P はこの関数の上に乗ってるので、X のとこに T を代入すると、y イコール2分の 1t 二乗となります。だから、y 座標もね、t を使って置くことができると。よし、じゃあ p を置いたんでいきましょう。で、これはですね、あ、解き方は、まあ、他にあるかもしれないんですけど、もう素直に abc の面積を出しちゃいます、先に。こっちね、黒の方、abc。で、今どういう状態かっていうと、まあ、こうなって、こう5なんだよね。こう5。ってなってて、ここは、ここがわかるんだよね。ここ4、8だから、横4なんで、ここ4でわかります。で、まあ、底辺かける高さ割る2でね、三角形求められるので、ここが欲しいんだよね。
ここの長さ。そうすれば、底辺かける高さ割る2で求められるんで。で、ここどうやって出すかっていうと、ここで三平方の定理使います。で、これはね、上半分。ちょっと拡大しようか。まあ、こうなってて、状態的には ADB、ここね。ここが5、ここが4、ここ X っておきます。で、直角三角形になってるので、二等辺三角形。こう、下ろしてきたらね、まあ、垂線下ろしてるって言ってるからいいのか。こうなってるので、斜線、斜辺の2乗。5、5、25イコール残り、4、4、16プラス X2 乗。で、まあ、三平方定理ね、やってない方もこの時期多いと思うので、簡単に言うと、直角三角形の時に使える技で、いい？斜辺、斜めの部分、滑り台の部分ってよく言いますけど、この部分の2乗イコール残りの辺を2乗、2乗して足したものが一致するっていう。だから直角三角形の時に2つの辺の長さが分かってれば残りは絶対出すことができます。いい？直角三角形限定ね、これは。で、これ求めると、これ整理するとね、X2 乗イコール9になります。で、2乗消すには、こっちにプラスマイナスルートをつける。だからプラスマイナスルート9なんだけど、ルート9って3と同じなんで3となります。ただし、今長さを求めてるので、負になることはないから、X イコール3ってわかります。ここはね。まあ、3、4、5って有名な直角三角形なので、まあ覚えちゃってもいいです。斜辺が5の時3、4、5って必ずなるんですけど。ってことは、ここが3だったんで、2倍してここ6になります。で、やってきたから、三角形 ABC イコール、底辺かける高さ、まあ、かける2分の1の方がいいね、こっちの方が。こうなって、12と。ね、これがわかる。12ってことがわかりました。じゃあ次に三角形 ADP ですよね。合ってるね。の面積を求めに行きます。で、これも、どうやってやるかっていうと、まあ、シンプルに言った方が分かりやすいよね。ここの三角形でしょ。なので、どこを底辺にするかがポイントなんですけど、まあ、ここ真横なんで、ここ底辺が分かりやすいと思います。ここ底辺ね。で、高さは、ここです。ちょっと高さがややこしいね。底辺は4なんだけど、真横だから。4ってわかるんですけど。で、高さはどうするかっていうと、今、ちょっと伸ばしますね。ここの長さは8です。なぜならここが8だから。8でしょ。で、ここの長さが2分の 1t2 乗なんです。なぜなら、t の2分の 1t2 乗なんで。つまり、ここの長さっていうのは、8から2分の 1t2 乗引いたものということになります。だから、そのね、三角形 ADP。行こうか。三角形 ADP イコール、底辺、かける、括弧、8マイナス2分の 1t2 乗。これが高さね。で、かける三角形なので2分の1。それが、12と同じになりますよね。っていうのを解けば OK になります。あとは。で、これを解いちゃえばいいと。で、あと、どうするかっていうのは解くだけなんですけど、まあどうしようか。ここ約分して、2。まあ配っちゃうかね。まあやってみてください。配っちゃおう。2、8、16、配るとマイナス t2 乗イコール12。で、まあ、これ整理すると t2 乗イコール4ってなります。で、t イコール2乗を消すにはプラスマイナスルートをつける必要があるので、プラスマイナスルート4。で、ルート4は2と一緒だからこうなります。で、これ、両方答えとして OK かっていうと、これダメです。で、なぜかっていうと、最初、P、ここは A と O の間にあるって問題文に書いてました。つまり、図から判断してもわかるように、ここ、T って X 座標絶対正なんですよ。こっち側に来ないんで。T は絶対正なのね。だから、まあ一応ね、途中で書くんだったら、こうなるから、T イコール2ってことがわかります。で、代入すると、ここ2ね。t が2だから。2になるし、ここにも2を入れると、2分の1かける4だから、y 座標も2なんだね。こうなる。で、終了。で、気をつけなきゃいけないのは、この問題、点 P の x 座標を求めなさいなんで、答えとしては2だけね。これを2の2って書いちゃうと、p の座標になっちゃうんで、×食らいます。
こういうすっごいもったいないミス気をつけてください。関数のね、出題されるとき、座標って言われるときもあれば、X 座標っていうときもあるので、ちょっと気をつけてね、ここはね。はい、といった感じです。まあ今計算で持ってきましたけど、実はズレ判断することもできるんですよ。できるんですけど、まあこっちの方がシンプルではあるので、ね、こっちにちょっとやらせてもらいました。よし、じゃあ行きますか。で、ですね、3番。入るかな？行こう。で、次が、点 C を通って AB に平行な直線。はい。すでにもうちょっとぐっちゃなんですよね。ちょっと消しますか、少し。この辺だけでも消す。ちょっと待ってね。これと平行だから、まあ、こんな感じで許してもらっていい？こうなってて、で、こいつとグラフとの交点のうち、X 座標が負である点だから、今、ここにね、2個交点があるんですけど、X が負の方だから、こっちね。で、これを、E か。はい、E とすると。で、EC、これだね。の延長と、点 A から X 軸に、これね、垂線こっちです。こいつとの交点、これ P もちょっと一回消そうか。これ多分 P 使うんだけどね、一回。ぐっちゃぐちゃになってるんで、ちょっと整理します。ここですね。A から下ろした垂線と EC、直線 EC との交点、ここが F となります、今。で、この時、2における点 P っていうのは P2 の2を使いなさいって言ってます。で、ちょっと、もうちょっと下ろそっか。そしたら、近くなっちゃうと見にくくなるからね。ごめんよ。消したり、あれで申し訳ないんだけど。じゃ、この辺にちょっと P 置いとこうか。これが2の2ね。これ使っていいよって言ってる。で、その時に、三角形 OEF の面積が OPC の面積の何倍か求めなさい。で、これは面積がね、何倍かって言われたら、それぞれの面積を出した方がきっとシンプルに終わります。基本的にはね。だから、OEF から行きましょうか。はい。のが楽だよね。三角形 OEF の面積から行きますと。で、OEF は、P 繋がっちゃったけどね。こうなってると。で、基本的には、こう、斜めになっちゃってるので、どっかで切るしかない。で、切るのは、X 軸、もしくは Y 軸で切ると分かりやすいので、今回ここで切ります。ここでね。で、切ると。で、その時に、やっぱりここの座標が必要になるんだよね。E と F が。必要になるので、求めに行きます。で、どう求めるかっていうと、これは直線 EF、まあ、EC でもいいですけど、ここと、こいつ、y イコール2分の 1x2 乗の交点なので、連立方程式で解くことができます。交点の座標っていうのをね。だからそのためには、この直線の式が必要なのね。こいつが y イコール何なのっていう。で、それの求め方なんですが、今回、実は、切片わかります。これすぐに。で、切片ね、5なんです。プラス5。これなんでかっていうと、今、ここ、D ってこれが真横に持ってきたんで、ここ、まあ元々書いてあったけど、8だったでしょ。で、最初の、これ、ここの問題で求めたように、ここの幅3だったよね。ってことは、上にも3いってるし、下にも3いってるから、8から3下ろして、C の部分5ってわかるんですよ。だから、切片5なんです、すぐ。で、傾きに関しては、BA と平行な直線引いてるから、こいつの傾き出しちゃえばいいと。いい？で、傾きだけ欲しいときは、もう変化の割合の公式使った方が基本的に簡単です。で、どうやるかっていうと、ここも3上がっただけなんで11なんですよね。で、まあ、ちゃんと書くと0の11なわけですよ。ここの座標が。で、傾きだけ出したいときね。っていうのは、今、こことここの座標が分かってるでしょ？ B と A の。いくつ行って、いくつ下がってるかを見ればいい。以外、こっから、いくつ行って、いくつ下がってるか。今、右には4進んでます。0から4だから。4行って、11から8なんで3下がってるんですよ。いくよ。4行って3下がってるから、ちょっと狭かったわ。マイナス下がってるからマイナスね。4行って3下がってるっていう、こういう風に傾きすぐ出すことができます。ね。で、その BA と、これ平行なんで、同じ傾きだからこれ使っていいよっていう。なので、この直線の式はこれが、直線の式になります。で、さっきも言ったように、こいつと y イコール2分の 1x2 乗を連立方程式で解きます。
ね、ちょっとこれがね、めんどくさいですけど、まあ有名な出し方なんでね、交点に関しては。で、これは代入法で解いてしまって、まあこの y イコール、この y がね、2分の 1x2 乗をここに代入します。そうすると、ちょっとちっちゃくてごめんね。で、まあイコールで、これこっちに持ってきちゃうか先に。3x-5 イコール0とこうなる。で、まあここ、分数ね、邪魔なので4かけてしまって、2x2 乗プラス 3x-20。で、こうなると。で、進学塾に通ってる子なんかは、高校で習うたすき掛けっていうのを教えてくれる先生もいるので、まあそれ使ってもできるかな、確か。解けた気もしますけど、まあね、基本的に中学校では習わないので、解の公式使って解いていきます。いくよ。x イコール 2a 分のだから、4分のマイナス b、プラスマイナスルート b の2乗、マイナス 4ac。でかくない?マイナス4。シニが8で20かけるから、プラス160。はい。で、ルートの中身169になりました。ルート169ね。169っていう数字は13の2乗暗記してください。できれば15の2乗までは暗記しとくといいです、個人的には。11の2乗が121、次が144、169、196、225みたいな。ぜひ暗記お願いします。なので、ここルート169なので、13の2乗だから13なんです、ここ。で、x イコール、まずプラスの方が4分の10になるから上。プラスだとね。4分の10なので、2分の5。そしてマイナスの方は4分のマイナス16になるので、マイナス4ってことが分かりましたと。いいかな。で、こんな感じで解いてもらって、で、x が、これ大丈夫か?マイナス4なので。よし、あ、大丈夫ね。OKOK。で、まずこっちですね。ここの交点に関しては、今、マイナスの方ですよね。だから、x 座標がマイナスの方を使います。マイナス4。で、どっちに代入してもらっても構わないですけど、まあ、こっちでよか。マイナス4を入れたら、四死16。計算して、ここ、8になります。ちょうど、マイナス4の8。e がね。で、2分の5は使いません。2分の5はここのことなので、あ、これ、こっちだ。ここのことだから今、使えないんですけど、で、F は A からまっすぐ下ろしたやつなんですよ。まっすぐ下に。なので、X 座標は4で同じになります。ここと。まっすぐ下だからね。で、Y 座標どう出すかっていうと、この直線の上に乗ってるので、X が4をここに代入するの。そうすると、マイナス3プラス5になるんで、2ってことがすぐわかります。ね。めっちゃ多いですけど。じゃあ行きましょう。これで面積出せますから。で、まず左側からいきます、こっち。一気に出すこともできるんですけど、ちょっと分けて出させてください。底辺5です。5。で、高さはここの部分なので、こっち。座標はマイナス4ですけど、長さは4なんで、プラスで使ってください、必ず。だから、5×4×2分の1。一応書くか。底辺かける高さ、割る、あ、これかける2分の1。足す。右側も底辺5。高さここです。これはここね。x 座標の4。な、同じなんだよね。4×2分の1って5がないよ。ごめん。底辺かける高さかける2分の1。なので、20か。ね、OF は20って分かりましたと。で、もう一個、OPC ですね。もう、ちょっと色変えようか。ごちゃごちゃして申し訳ない。C どこだっけ?あ、C これか。こうですね。こっちはすぐわかるね。ここ5って分かってて、P も高さ2ってすぐわかるから、三角形 OPC。OPC の順番だった ?OK。底辺5かける高さ2かける2分の1なので、5と。で、今、OEF は OPC の何倍って言われてるから、20は5の何倍って聞かれてる。つまり20割る5してください。なので、よっしゃ。答えは4倍と。これで終了となります。でね、毎回ちょこちょこ話をしてるんですけど、まあこれね、受験問題、実際の受験問題とかをね、持ってきてやらせてもらったりとか、まあ数字変えて作ったりしてるんですけど、基本的に答えだけ載ってて解き方が載ってないんですね、徒中式が。なので、もしかしたら
これすごい結構ごちゃごちゃするんですよ。3番やってることがごちゃごちゃしてるので、もっといやシンプルにこうやったらええやみたいなあるかもしれないんですけど、まあ一つの解き方としてこういうのもあるんだと。で今回そのね、傾きが同じ時にこの直線の式の出し方とか、3降りてきてるから切片すぐ分かるよねとか、あとはここの面積は Y 軸とか X 軸、今回 Y 軸で切りましたけど、そうやって切って面積を求めることができるってすごい大事な要素がいっぱい詰まってるんだね、ここね。だからいい問題だなと思って取り上げさせてもらったんですが、もしよかったらこんな感じで参考にしてみてください。すいません、ちょっと久々にね20分超えちゃったんですが、ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。またね、じゃ引き続き、まあ、関数シリーズとか違うシリーズも撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。